どうも、シエスタです。お願いします。今回の企画はシエスタの1年を振り返ろう。いや、今年は濃い1年だったね。でも濃いですね。今まで生きてきた中で一番濃いんじゃないですか。時間早く感じなかったな。感じたね、今年1年過ぎるなって思ったマジで。特にね、今年はね、そう、なんかいろんなことがありすぎて。何、まずじゃあそれ1月から振り返る。1月からか。俺1月2月は進級が危うすぎて。ああ、そうだね。もうずっと課題やってた覚えしかない。あと三層階でやったんじゃない。ネタさやったね。何言ってるかわからんかったやつ、ね、そう、体育館で撮ったんだけど、なんかその内容があんまり学校内容がないみたいな。そう、出会い系のネタやったんだよね。コンプライアンス違反してるみたいな。そうそうそう、生徒側からめちゃくちゃ怒られてね。先生に呼ばれて、うん、怒られて、ちょっとこれはきついかなみたいな。取り直したりてね。それまあ1月で、2月に学校のオーディション。あ、そうじゃん。オーディションがあったんですよ。サンミュージックナンバーに入る理由となった。まあなんか簡単に説明すると、僕たちの学校がそういう芸能コースみたいなのがあって、1年に1回1年と2年生がいろんな事務所の方々が集まって、そこでオーディションをするっていうのがあってね。僕はちゃんと芸人なんでね、フリートークで笑いを取ってやったんですよ。なのにあなた何しました？僕は歌を歌いました。なんでだよ。菅田将暉の虹を歌ってんじゃねえよお前。だってお母さんがやれって言うの。歌詞だろ。これはずいやん。なんかいいやん、別に今年は俺やるんだね。やるのお前。やるよ、フリートーク。じゃったらいいけどさ。やりますよ。でもさ、今年は何が恥ずかしいってね。今年もね、もちろんサミュージック名古屋さん多分ね、今日来るの、はい、その前でやるのめちゃくちゃ恥ずかしくない？確かに。してる音だよ、めちゃくちゃ恥ずかしい、まあ、もうね、うん、そういう目で見てくる。そう、そういう目で所属してる。岡部君か。もうせっかく多分ね、メールで直接俺らに来るんだよ。ダメ出しが。ありがたいお言葉ですね。めちゃくちゃありがたい。怖い。本当につなげていきたいです。何そうですね。まだ2月、そんな感じかな。運よくね、入って、正式に入所したのは4月だけど、まあ、その3月にね、フリーの時の最後の思い出かな。高校生ライブ ね、 そうだね。高校生の芸人、東海地方にね、ハンニバルさん、太田空音さんとシエスタっていう3組のやつをネタ2本ずつで面白くて、こういうユニットライブって多分みんな仲いい人がいるから面白いんだけど、ね、めちゃくちゃ気まずくなかった。気まずかったね。お願いしますね。だって年上2人いるし、ね、でもお客さんが3人だけっていうね。3人だけしかいないの、これすごいよ、ね、でしかもそのうちの1人、あのハンニバルの久野さんっていう人の彼女だから。考えられる。彼女だよ。すごい。ほぼ身内だよ。ほぼ身内だよ。面白かった、ね、でも本当にいい思い出になった。4月にサミュージック入ってで、レッスンとかもね、レッスンね、楽しく、まあ、いろいろやらせてもらって、はい、5月6月ですよ、問題が。7月か、はい、問題やないけどね、はい、社長から今後の相談をするから、うん、今後シエスタをどう活動していくのかみたいな、ね、これやっぱ事務所ってすげえな。そう、やっぱちゃんとしてんだなって思ってみて、1時間ぐらいそういうね、熱い話をしたら、ちょっと待ってろと。ダンボール出されてね。ダンボール出されて見たら、うん、七面鳥ですよ。事務所に入って初めてやることが七面鳥を育てるだろ、ね、七面鳥飼育ですよ。飼育ですよ。でしかも最初に言われたのが、その七面鳥食べられるからって言われてるんですよ。こんなことありますか。ペットで飼うつもりなんですよ僕らは。結局その食べられるのに俺らはペットとして飼わないといけないっていう、この残酷な。でしかもなんか知るんけど、あの撮影後唐揚げの割合めちゃくちゃ良かった。そうそうそう、ね、あれ終わった後絶対晩飯ね。そう、唐揚げがなんか何故か異常に良かった。柔らかっていうぐらいね、なささみがどっから入ってる。絶対鳥が入ってる。今はちゃんと引き取られて育ってる。ああ、そうだね。食べられなくてよかったね、ほんとに。よかったよかった、ほんとに。で、まあ5月か6月かキングオブコント、そう、1回戦、うん、まあ受けたよね。受けた。結構拍手笑いとかあったよ、うん、逆にこれで落ちるんだっていう、絶対受かると思ったの、キングオブコントに関しては。マジで、いや、ほんとそんぐらい受けたんですよね。各々の芸人さんが、うん、1回戦は受けたら通るって言ってたのよ。だからもう絶対受かるもんと思ってたのよ。そうそうそう、まあでも落ちましたよ、ね、落ちた。で、俺しかもそのね、同じ名古屋芸人で何回かライブやったことある人がいて、観客どうだったって思って、めっちゃあったかかったっす、めっちゃ笑ってもらいましたみたいな。もう受かる人の感じで答えちゃったからさ、めっちゃ恥ずかしいよね。はずい、絶対来ると思ったもんな、マジで。で、7月ね、初めてイベントの MC は手羽先サミット。どうだった？予想暑かったですね。暑かったね。暑いしか覚えてないな。まあ、一応あの、うん、サンミュージック名古屋の子供たちがね、そう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 、ファッションショーで かわいかった。かわいかったね。まあ、かわいかった、ね、だけども俺はもう振り返るとかない、もう何も覚えてないもん。そうそうそう、だからもう次行きましょう。次行きますか。次はね、なんとね、まあパンサー向井さん、 CBC のね、ちゃんとという番組のコーナーのいざ学校に向かいます。だから動画にも出しましたけど、パンサー向井さんと一緒に出れるっていう。果たしてパンサー向井さんは俺らの動画を見てくれたんでしょうか。いや、それめちゃくちゃ気になる。絶対見てないでしょう。回数結構いって、俺らにしては、うん、パンサー向井さん効果すぎるなと思って。パンサー向井さんの前でネタもできたっていうことで、そう、これが一番、うん、なんかあれだよね、すごいよね俺らって。すごい、
俺らってそうよね。なんかでも本当に去年とは全く違う。そうだね。これは俺らの力でも何でもない。何でもないですけど。学校の力だから、ね。学校の特集だから。まあそれでもよかったね。よかったな。その後に大泉芸場でネタをやれるっていう優勝の出し場所ですよね。エミちゃんの初舞台の場所ですよ。神田エミコさんのね、はい、すごい芸人たちがやる場所の漫才の歴史、ね、歴史ある場所で漫才できた。2ビートさんも立ってます。そこでできたのは本当に良かったよね。よかったね、やっぱり本当に良かった。面白かった、なんか俺すごい楽しかった。なんかこの確かにね、楽しくできたよね。楽しかった、なんか俺めっちゃ楽しかったもん。いや本当にマジで本当に楽しかった、うん、これはマジで楽しかった。でもそういうのもいろいろあってね、9月ですよ、9月 M1 グランプリ。これもね、受けたんだけどね。受けたよね、比較的受けたんだよね。 M1 もさ、受けたら通るってさ、あのスーパーマラドーナの竹内さんが言ってたの。1回戦に関しては、受けたら受かります。あ、俺も今回受かるだろうなと思ったら受けてないんだよな、マジで。一個悔しいのが、あのキングオブコントで俺が温めてました、温まってました、うん、言った人が受かったの。だからもうこの悔しい思いがね、いろいろあるんですよね。いろいろありました、ね、10月は何かありましたか。俺の誕生日ぐらいですね。そうです。俺が初めて学校のテストで87点で高得点を出したんですよ。すごいすごいですよ。これはすごい。前期のテスト0点ですからね、僕。これはすごいよ。本当やめろよ、最初マジで。いや、本当。ザ・ W の解説の時マジ、本当あれ、一人もんだよ。そう、ごめんなさい、祭祀とかぶっちゃってね、撮影日が。でも、お前、祭祀って。何やったの？それも落ちたんですよ、その祭祀も。落ちてばっかや、今年。19点なかったわ。合格点より。あ、で、あと俺10月ぐらいに生徒会もね始めたもん、ね、こんなやつが生徒会やってていいのかっていうの。俺はちょっとそれにイラッとしてますけど。なんで、うん、俺にバイト入るなんて言ったくせに、うん、生徒会やってる。ホントごめんなさい。ちなみにしろ、生徒会が毎日ありますから、ね、それもありました。あとね、お前はお前だけのやつがあるじゃないですか。 あ小島よしおさん事件ね。そう、なんでなんだよこれ。ほとぼり冷めたと思われてるんだけど、あれは怒ってるから、まだ俺、はい、事務所の人間ですよ、これ。あなたは何も悪くない。いや、俺も悪い。俺も言わんかったやん、だって。だってお前東京におったしな、しかも。当日東京に行ったんですよ。遊びに行ってたんですよ。席だけを売り出そうとしてるのに。何なの？そんなことないわ、お前。岡部をほっときかよ。俺らを売り出そうとしてる。本当に？ちゃんと2人、それ次、多分声かかるって、絶対。かかるかな。次は多分、また、ね、社長にローストビーフ丼をおごってもらう。おごってもらったの。おごってもらった。でも11月が、はい、オブアンですかね。もうこれに関してはあの、うん、言うことなんもないかな。ただ漫才をやった。本当そう、本当そう、本当にただ漫才をやる。出囃子は一丁前に。そう、出囃子一丁前に決勝出たからね。ゴーズウィーキャン。あれ出せたかったな。しかもあの日さ、集合時間さ、めちゃくちゃ早くなかった。8時半とかだって俺ら。しかも大府市に8時半に行かないってこといけないってことは、俺5時半起きだったから。ああ、そうか。いや、ちょっと言い訳じゃないよ、うん、言い訳じゃないけど、5時半に起きて面白いネタできますかって話で、万全のコンディションでできますかって話なんで、できないよ。俺もう眠かったもん、ネタ中。眠たかったね。ネタも飛んだし、間違えたし、俺間違えたっけ。間違えた。全てがなんか悪循環というか、ね、で、終わった後見てみて。見た見た見た。まあ、パッと前見たら寝てましたけど。寝てない。やめてくれ、そういうことは。マジで寝てないから。だから誘われないんだね。寝てないよ。まあそれもね、まあ、落ちちゃって、うん、サムライスライスさんが優勝して大阪の、だって大阪の人もいたもんね。そう、大阪の人も。俺そんなんじゃないと思う。サムライスライスとなって M1 準決勝まで行ってるからね。勝てるわけがない。ダメだよそんな。プロが出ちゃうアマチュア大会に。でも12月ですか。12月なかったっけ。ありましたっけ。まあ途中だもんな。もうクリスマスは過ごす相手が今年もいないってことぐらい。あ、そうなんですか。インフルの意いないですけど。いないですよね。まあぼっちなんですけど、はい、24日にみそのさんに行くんですよ。落語？落語クリスマスに。クリスマスに。誰と？一人で。もう寂しい。ジジイでしょ。寂しい。周りジジイとバババカ。この日結構当たりで、笑点のメンバー結構出てるんですよ。例えば誰？木久扇師匠。よ、すげえじゃん。たい平、たい平さん。ええー、いや豪華だよ、うん、豪華だけどクリスマスにないよそれは。ないかな。ないよ。これ7000円払ってんだよ俺。高っ。じゃ、それ親に払ってもらってるから。マジで親に7000円払ってもらって、親の口から出た言葉がお年玉なしになって。いや、それはそうよ。それはそうよ。仕方ないよ言われたなしか。いや、でもそんな1年でしたけど、どうでしたか。そうそう、全体的に。いやー濃いね。濃かったね今年は。まあ、サンミュージックに入れたってことが一番かな。濃いですね。 LINE にも何回も言うけど、あのハイスクール漫才優勝だね。そう、もう本当にそれに向けて俺も送ったよね、マジで。予定表みたいな送った。もうガチなんですよ、もうそこら辺が。俺ガチでしょ。ガチだった。違うでしょ俺。いや、もちろん冷めたけど俺はそのガチ。冷めんだよ。俺ガチでやるんだよ。
すごいよね。お前もガチでやるよ。いやもちろんですよ、うん、ただまあハイスクランザ優勝目標は、来年の目標はハイスクランザ優勝、そして M1 キングオブコント1回戦通過。まずそこだね。そこだね、うん、で今年はね高校生芸人シエスタってなってるけど、もうちょっとねそれもちょっと巣立ってかんないかん、来年卒業ですから、ね、そう高3で。だからもう一応そうなんだけど形としては、うん、そうだね、やっていかないと、まあ、後半にかけて、うん、来年もちょっともう今よりもだいぶにちょっと出させてもらいたいね。今年1年学んだことはもうこれ以上鳥は育てたくない。育てたくない。俺も嫌だね。もういいかな。うん、しかも七面鳥って検索したらさ、七面鳥スペースまずいって出てきたから俺らがあんだけ育つのまずいのかよっていう ね、匂いもすごい、獣の匂いしてる、ね、本当にいい経験ですけど、ね、いい経験が多かったね。楽しかった今年は、うん、まあ、じゃあ来年はまたね濃い1年にしたいね。したいね。何か のタイトルというか賞レースの結果が欲しいかなっていう、そう取らないとね、うん、っていう感じですかね、シエスタとしては。はい、また来年ね、また来年シエスタのことを、はい、見ていただけたらね、よろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。